かあの GB で来るとね、こういう狭い山道の不安感っていうのはないね。 GL で来るとね、やっぱりねかなり不安ですよね。そういうその不安感がないというのはいいな。よっしゃー、お出かけしましょうね。ですね、今日はまあ梅雨の晴れ間を隙間を狙って、1時間2時間ぐらい、午前中ぐらいをねちょこちょこっとこう走ってこようかなと思っております。どういう走りをしたいのかというと、いろいろあのお試しで今テスト的に、走ってみようかなと思って出かけております。いろいろまあそう大したことはないんですが、いじくったので、いじくったんじゃないな、ちょっとお試しを やりたかったので、今、走っております。で、目的地はですね、東海地方の方にですね、新しく先週ですかね、あの道の駅が新しくできたということで、道の駅設楽というところが、できました。で、今何やら人気だそうで、まあ1時間半ぐらいで多分着くと思いますが、そこのところへね、お邪魔しようかなと思っております。で、昼過ぎるとですね、やはり山沿いなので、今日雨が降るそうです。ですから午前中にねささっと行ってささっと帰ってこようかなと思っておりますね。まあいつものこれ301号線の方に向かっております。で、今日はねお試しをまずやりたい方っていうのは、以前の動画でも少しお話ししておりましたけれども、シフトペダルですね、シーソーペダル、これあるんですが、少しね私の靴のつま先がこう分厚いためにね、つま先がこのシフトチェンジのところに潜り込みにくいということで、なんとかしないといけないなというので少し前から感じてたんですけれども、まあスプラインが切ってありますのでね、そのスプラインの山を少しね、外してこう上向きにね一山ぐらいをね、付け替えてみました。こうサクッとこう外して、その感じでちょっと上に気味で中に入れると、なので、シフトペダルが気持ち上に上がった分ですね、靴の先が非常に入れやすくなりましたね。だからまあシーソーを使わなくても頭のところだけでね、ここの隙間がこう多少上に上がったので、だいぶこう下に入りやすくなりました。これでねシフトペダル問題はまあ一応解決ということで、イエーイ。で、もう一つ目、二つ目がですね、お尻問題ですね。これはねお尻が痛くなるというやつがなかなかいい方法がなくてですね、まあ、ゲルザブ、まあ、それに似合ったようなメッシュの座布団だとかそういったものを
お尻に当てて少しでも軽減するということをねやればいいと思うんですが、それを今日は一応試しております。これねもう本当お試しですから、家にあった座布団をお尻に敷いてるというだけです。家にあった座布団っていうのは、その最近テレビなんかでちょこちょく、通販なんかで、コマーシャルやっておりますね。お尻に卵を置いても置いて座っても割れないよとかいうやつね。蜂の巣みたいな格好になっている非常に柔らかい、ゴムだとかそういったような感じのやつが、家に何個かありましてですね、その中の一番薄いようなやつを今簡易的にお尻に敷いております。はい、もうただ単に何も止めずに敷いてるっていうだけなので、ずれたりね乗り降りするときには落ちる可能性もあります。高くなってつま先ツンツン立ちになっておりますね、今みたいな一旦停止のところでは。まあつま先ツンツンになってもお尻のツンツンがなんとかなればいいかなと思って、今お試しで座布団代わりに敷いております。これで今日半日ね、問題なくお尻が痛くなければ、どうしようかなと、採用するのかどうかは、ちょっとクエスチョンですが、まあ近場のねちょこちょこっとした時ぐらいなんかはこれで十分対応できるのかなと思って、2つを、お試しにツーリングをやっております。はい、だいぶ狭くなってきております。わ、暗い、めっちゃ暗いやん。ゆっくり行きましょうね。雨が最近多いので両脇がねこの木くずみたいな葉っぱのくずみたいなのが多くて、あれに乗り上げると一発ですからね。前傾姿勢なので手が痛い。ジエルに比べて前傾姿勢です。峠越えましたので、狭っ。よいしょ、斜め左方向。
何回か来てるんですけどね、やっぱり道をねなかなか覚えきれないですね。ここ一旦、ここ何回か来たことあるんだけどな。入らないなあ。あそこを左かな。トンネルか。したら、あ、ここですね。ここの列車があるので、はい、ここですね。こっちかな。バイク専用駐車場ですね。これなんかいまいち入りが悪いな。まずまず良好ですね。足のつま先がサクッと入るようになりました。で、2つ目としてこの座布団ですが、まあ使えないことはないと思います。これにね、しっかりとした紐的なやつをねつけて、シートに固定すれば、全然お尻痛くないので十分使えるような気がいたします。これにまたね、なんかちょっと考えて固定をね、してみたいなと。今ただ乗っけてるだけですので、ね、ずれたりなんかしたりする可能性がありますので、少し調整をしてみたいなと思っております。ということで、ご視聴いただき誠にありがとうございました。はいはい、はい、またよろしくお願いいたします。バイバイ、えいえい、バイバイ、えいえいです。